ちは、強み企業コーチの福井恵美です。今日はですね、自分らしい強みを見つけて起業する100のルールということで、シリーズ化しております。で、今日のお題はですね、自分の強みを見つける最速の自己分析とはということでお伝えしていきます。で、私のところにはですね、自分の、強みで起業したいですであったりとか、自分らしい強みって何だと思いますかということで、結構その強みっていうことに関して、知りたいって、まだ隠れているものを引き出してもらいたいっていう、そういったクライアント様はたくさんいらっしゃいます。で、このね、自分の強みを見つける最速の自己分析ということで、3つですね、よくあるパターンとしてちょっとお伝えしたいなと思います。で、皆さんですね、この3つのうち、どれがいいかなっていうふうなのを考えながらですね、ちょっと聞いていただけたらいいかなっていうふうに思います。まずはですね、この中で、どれがいいかっていう話ですけれども、例えば本を読むで、2番目本を読む、行動する、で、相談する、はい、ね、この3パターンで考えていくとすると、まずはですね、この本を読む。これ一番すごく手軽だと思うんですよね。で、結構強みを分析するっていうようなものとか、自己啓発の本であったりとか、ビジネス本。本屋さんに行けばね、100冊、200冊、1000冊ぐらい、もういっぱい、あります。で、私もですね、その自分の強みって何なんだろうっていうふうに、ずっと長年考えてきて、で、とある本に、あったんですよね。で、ストリングスファインダーっていう本なんですけれども、アメリカでね、ストレングスギャラップ社っていう会社があって、自分の強みっていうものは何かって分析する本なんですけれども、そこで結構診断みたいなのをしていって、で、あなたの、強みはこれですよっていうふうに、トップ5とかね、トップ何十とかいうふうに、出てきたりとかするんですよね。で、それもね、すごく指針にはなったんですよね。で、自分の強みを見つけるっていう意味では、その時に出てきたのが、1位が未来志向とかで、2位が、戦略性で、3番目が確か着想とかアイデアを出すみたいな。で、結構そこにね、コーチとかコーチングとかそういうの向いてますよみたいなのが書いてあったんで、あ、へえみたいな、なるほどって、そういうのも一つあるのかなみたいな風に、ちょっと開眼したっていうようなきっかけはありました。で、その他の本もふむふむみたいな、結構よくね、書き込み式のものとかね、いろいろ見たりとかもしてたんですけれども、この本を読むっていうのだと、ここね、ちょっと気をつけたいんですけど、ふむふむって思った後に、あ、やっぱり、答え合わせみたいな感じなんですね。あ、やっぱりねって、あ、多分ね、私これこういうふうに診断してったから、きっとこういう結果出てくるんだろうなって思ってたみたいな感じで、結構自分の想定の範囲内みたいな感じのところの枠からはちょっと出ないかなっていうふうには思ったりとかします。イエスノーとかで答えていって、多分私はこういうの選んだから、あなたの強みは外交的なとこですとか、そういうふうに出てくるんだろうなってすでに想像してながらやってるので、あ、やっぱりねみたいな感じで結構終わっちゃうっていう時はあります。はい。で、2番目ですね。で、行動する。で、この行動するっていう面で言うと、例えばね、転職するであったりとか、自分の今の部署っていうのがどうしても自分には合わない気がする。じゃあ、ちょっと違う部に移動できるように打診してみようとか、他の会社に移ってみようとか、そもそも自分がこの資格とかだったら、合うんじゃないか。
ていうふうに思って、じゃあ早速ね、その講座を申し込んでみようっていうふうに行動する。まあ、それも一つ、自己分析としては、まあ、やってみて分かるっていうことはすごくよくあるので、まずはよく分かんないけど、やってみるっていうのはすごく大事かなって思います。ただ、この行動するっていうのもね、結構、まあ、行動するのめちゃくちゃ私もこれが全てだっていう、行動するっていうのは本当に一番大事だし一番全てだなっていうふうに思うんですけど、闇雲に行動してもっていうことですね。ここで言う、まあ、最速のっていうふうに考えるとですね、この例えばこの私きっとこれが好きだからこれの資格を取りましょうみたいなふうにで学んだつもりになって、結局ね、なんかこう自分を思い込ませようとするんですよね。この資格をきっと私は取ったから、私はきっとこの強みっていうものが一番合ってるんじゃないかなっていうふうに思って、でも実はそれが売れる強みではなかったっていうことはよくあります。はい、ね、まあ、これどれも悪くないんですよ。どれも悪くないけれども、最速のっていうふうに考えると私は一番いいんじゃないかなっていうのはこれですね。相談数ですね。しかもこの相談する相手っていうのは間違いないということですね。で、これが例えば一番じゃあ自分のことをよく分かっている、家族であったりとか、あとはまあね、昔からの小学校の時からの友人とかね、あとはこう職場の人とか、なんかそういう人に私の強みって何だと思うみたいな感じで相談するっていうのも、まあ、一個あるとは思うんですけど、でもこれ往々にしてちょっとね、なんかこうショックなこととかも起きたりとかするんですよ。なんかさこうなんじゃないみたいな、結構昔の自分、特に家族とかですね、昔の自分のその虚像の実態のままで時が止まっているっていうことがあるんですよね。で、なんか聞くのも恥ずかしいじゃないですか。まあそういった意味で言うと、この相談するっていうのは最速の自己分析でもあるんですけれども、その道の例えばコーチであったりとか、日々ですね、こうその専門分野で強みっていうものとかをこうよく考えている人で、たくさん実績があって、たくさんいろんな人のそういう相談に乗っているプロの方、専門家の方に相談するっていうのは、これはめちゃくちゃスピードとしてはすごく速くなります。そういう方っていうのは日々ですね、年間に何百人何十人もの人の素質であったりとか才能であったりとか資質みたいなものをよくこう事例としても持ってますし聞いているので、適切な、まあ、やっぱりアドバイスっていうものができたりしますし、売れるものっていうものとか、この人のこの強みとこれを掛け合わせたらきっといけるんじゃないかっていうようなアイデアみたいなのもきっとお持ちなんじゃないかなというふうに思います。で、まあね、ちょっと手前味噌ですけど、私であれば結構ね、最初からそういうわけで、自分自身も自分の強みって何なんだろうっていうふうに10年ぐらいずっと考えてたみたいな、そういう感じだったんですよね。でも自分にある日ですね、コーチをつけたんですね。でその時にやっぱりこんだけずっと私はやっぱり未来志向がすごく強いので、こんだけ私はどれだけ何が合ってるんだろうとか24時間ずっと考えてるのに確信ができなかった。でもそれをその道のプロの、コーチとかにつけて、きっと君はこうなんじゃないかっていうふうに第三者から言ってもらった時にすごく背中を押してもらえたんですよね。確信度合いが強まったっていうふうにも考えてます。なので私が思うですね、自分の強みを見つける最速の自己分析、これはその道のプロに相談するっていうのが一番早いと思います。きっとあなたの強みっていうのは自分が気づかないでこう隠れているものがあるんですよね。でそれっていうのを、ダイヤの原石をですね、見つけてくれる、そういった、アドバイスをしてくださる方っていう方に、まずは行動して、こう相談してみるっていうのは、すごくスピードを速める一つになります。ということで、今日はですね、自分らしい強みを見つけて起業する100のルールということで、自分の強みを見つける最速の自己分析についてお話ししました。はい。この動画が気に入りましたら、ぜひチャンネル登録を押していただきまして、もし起業の相談とか、なんか強み見つけたいですみたいな、そういったご相談があればですね、ぜひこの YouTube のですね、下の概要欄のところに、LINE アット、福井の、アットマーク、福井恵美で、LINE で
ご相談いただければ、そういった個別相談というものも乗ることができますので、よろしくお願いします。ということで、強み企業コーチの福井美でした。ありがとうございます。失礼いたします。